今回なんですけど、ちょっと珍しくちょっとラーメン屋でクレームをつけてしまいました。あんまりなんか自分はなんか、まあ、接客業結構いろいろやってきてすごい嫌なんでね、結構そのお店の方に高圧的になんか言ったりするのもすごい嫌で、めったに何かされてもクレームめったにつけないんですけど、今日ちょっと初めてしてしまったんですけど、あれですね、まあ、なんでかっていうと、ラーメンすすってたらですね、すすってたら横で、俺の真横で飯食ってんのに、真横でさ、カウンター席の真横でメニューとかにアルコール巻き始めて、まあ、俺のラーメンにめちゃくちゃアルコールかかって、俺にもアルコールかかってんですよで、なんかラーメンの味が途中変わったんですよ、それでありえないでしょ正直このラーメンすすってたら腹壊すんじゃないかなってちょっと正直思ってて、まあ、ちょっと危ないんですけど、さすがにちょっとなんかアルコール振りかけられたらちょっと嫌だなって思ったんで、その人が行った後に替え玉した時に、まあ、替え玉するなって話じゃないけど、その結局スープは結構残したんです。いつも飲むんですけど危ないからね、スープはほぼ残して、でも替え玉したんですよでも味全然わかんないですよ、アルコールで、あれで、でそれで何が起こったかっていうと直接言うの嫌だったんで、その替え玉持ってきた別の、まあ、アルコールかけたのは男の人 でそれであのあれだったの、その女の人にそのアルコールめっちゃ霧吹きみたいなのでかけられたんですけどって言ったんですよそしたらなんかすごい、なんかそうしたらなんか謝られたんだけどさ、なんか本人呼んできますかって言われ、いやそれはいいんですけど、ちょっとよく来るんで横でアルコール巻くのやめてもらっていいですかみたいなこと言ったら、なんか多分なんか俺ね、ラーメン食ってるってまだ言ってないんですよ。なんでかっていうと、そのラーメンを食べてるって言った時にラーメンにアルコールかかったって言ったら、なんか返金がどうのこうのって話になると思って、めんどくさいなと思ったんで、自分にかかったしか言ってないんで、多分ラーメン食ってる時にまさか横でアルコール巻かれたとは多分女の人も多分分かってない、思ってないと思うんで本人呼んでいきましょうかって言われ、いやそれはいいんですけどなんか言ったんですけど、でもなんかラーメンのこと言ってないから結構軽く思われてたみたいで、アドバイスありがとうございますみたいな嫌味を言われてしまってで横でアルコールかけられたけど、穏便に済ましたいけどよく降るから、そのね、要はまあね、穏便にその穏便にそのバイトの男の子にそのアルコール、客の真横でラーメン食ってる客の真横で巻くのやめてくれって言ってほしいってことじゃないですか。だけどなんか俺はクレーマーみたいなさ、なんかこと言われて、なんか本当にちょっと結構一瞬ブチ切れそうになっちゃって、アドバイスありがとうございますって言われて、これ煽ってんのかなと思って、こっちは穏便に済ましたいだけなので、普通に困るじゃないですか、味変わってるし、途中アルコール巻かれたから、めっちゃラーメンに入ったからね、だからちょっと本当ガジで丸なんだっけ、ここ丸源のさ本部に電話しようかなってちょっと思っちゃったでもけど自分がやっぱその変な客嫌だったから、結構腕握られたりしてたんですよね、昔スーパー銭湯とかで、まあ、図書館では変な、まあ、そんな変な客いなかったけど、スパセンとかでもさ、手握られ、おばあさんに手握られたりとかね、したんですよ。だからそういうの嫌だからさ。で、普段、でうちの親は結構、かなりバイトとかに高圧的ですごい嫌なんですよ。こっちはすごい嫌なんだよ、それが。だから、あんま自分で言うことないんですけど、ちょっとさすがに今回は、ちょっとかなり、その最後のね、アドバイスありがとうございますで、ちょっとマジで、ぶち切れそうになってしまったという話なんですけど、怒れるはずもなく、まあ、仕方ないんで。ははは、みたいな感じ。なんでこっちがね、悪いことしたみたいな感じだったのって思ったんですけど、行った方が良かったから、ラーメンにアルコールめっちゃ入ったって。俺かかっただけじゃないんだよ、全然。で、まさか食ってるやつの真横で、その作業やるかって思ったけど、多分、そう、女の人もやって、さすがにそこまでは思ってないんだと思う。なんか。まあ、だけど、かま、あれかな、カウンターっていうか、作る方のとこの人が目良ければ後でやんわり言うのかな、見てればね、まあそばだったからね、まあさすがにちょっとびっくりしましたという話ね、はい、あ、すいません、忘れてたことがあって
まあ、僕も髪の毛長いんで分かんないんですけど、アルコールかけられる前か後にそのラーメンに長い髪が、あ、チャーハンか、チャーハンかラーメンのどっちかにねあの長い髪が入ってました。で、まあ、俺も髪長いからどっちかも分かんないけどね、まあ、それ手で取りましたね、うん、まあこれに関してはちょっと俺のかもしれないからあれやけど、